どうも、ミルアカのノーミルク佐藤です。今日の動画はこちらこのテイストにあるの久しぶりだな。浦和レッズ、ホセカンテ、理不尽に隠されたチーム連動再現性特典 !3 試合連続得点考察ってことでよろしくお願いします。なんだかね、浦和のホセカンテさんがすごいですよね。広島戦、名古屋戦、湘南戦と3戦連発。 最初、広島戦の時なんかは、やっぱりこれはもう理不尽みたいな感じで僕もツイートしたりはしたんですけど、もう3試合連続となると、それが続いているとなると、もうこれは仮に理不尽であったとしても、チームの皆さんが何かしらのスイッチというか、 何かしらの仕掛けみたいなものがあって再現性のある攻撃をしてると思った方がこれは正しそうな気がしました。ってことで裏に何か隠されてることがあるんじゃないかと色々調べてみたら分かったことがあったので。 シェアしたいと思います。ということで今日も皆さんどうぞよろしくお願いします。あ、あの、こっちのチャンネルと、あの、見るわかっていうね、えー、YouTube チャンネルの方両方ともよろしくお願いします。あと、TikTok とかもやってますので、あの、概要欄からどうぞお願いします。ていてことで行きましょう。まずは広島戦の時から、えー、いろいろ見ていきましょうか。こちらでございます。 まあ細かいことをもう言ってもしょうがないかなと思うのでま,あまさにその得点シーンというところをちょっと見ていただこうと思いますけどえこちら、その得点シーンが生まれる大体28分18秒前後のシーンですよという形ですとまあボールとしてはもともと岩尾選手が持っててそれを後ろのホイブラーテン選手にまあパスしましたとでそのホイブラーテンさんはボール持ちながらちょっとステップバックみたいな感じしますけれどもそこを広島のフォワードにも追われるんですが彼に内側を追わせたことによって外側が空いたと で、その外側からホイブラーテンジがヒューンってロングパスに放って、そこにカンテ選手に通って、そのカンテサガタもズーザーってこうさしてったみたいなそんなシーンでございました。で、このシーンなんですけど、よく見ると、 カンテ選手、このホイブラーテン選手からパスを受けてるよってシーンの時に、自分の対面マッチアップ相手のこの佐々木翔選手との方にこう肉弾接するよみたいな、ここの空間にボールが来るんだから、俺はそこの空間を奪いに行くよってことで佐々木選手の方に向かっていくんですよね。で、それやるからまあ佐々木選手でもちょっと身構える構図な感じになるんですけど、そうなったのを見た瞬間にカンテさんは、 ま、ステップバックするような感じで、ちょっと後ろに戻るんですよ。で、その位置にホイブラーテンさんからのボールが届いて、で、ああ、やばいって思った野津田選手や佐々木翔選手が、こう、挟み込んでくるのが、完了する前に、まあ、打ち切ってしまって決めた、みたいな流れになっておりました。 よく見ると、これ、イバオからホイブラーテンにボールが流れるよみたいなところで、ちょうどカンテ選手がね手を上げてる仕草があるみたいなところもあるんで、もうね、カンテ選手側としては、もう、俺もう準備完了してるから、今よこせみたいな意味合いとかだったと思うんですけど、これが何かしらの一つスイッチなんじゃないかなってことで、後からまあ名古屋戦、湘南戦と見た結果、わかったことがありました。要は、今言った。 部分ですね。相手のマッチアップのディフェンダーと肉弾戦というか、デュエルするよって見定めてから、そっからステップバックするよ。そこで自分の空間を得ましたよってのが、一つのスイッチだったんじゃないかな。そして、その準備が完成したよっていう時に、手を挙げてたりするんじゃないのかなってことがスイッチだと思いました。で、 他の試合も見ていくと、こんな感じでした。他の試合を見ていただきましょう。まずは名古屋戦、2試合目ですね。えー、こちらのシーン、えー、前半10分、まあ、前後ぐらいのシーンでしたけど、これ、何があったかって言われたら、えー、関根選手のシュートがその前にありまして、それがディフェンダーに当たります。弾き返されたものが秋元選手のところに行きますって感じなんですが、その秋元選手の方にボールが転がり、まあ、秋元選手がそのセカンドボールを得て、 ちょっと前進したのと同時に真ん中にいたカンテ選手が稲垣選手と伴いながらエリア内にこうガンガン入っていくまあ稲垣選手はもう危ないスペースをこう埋めていくみたいなシーンになるんですけどそのカンテ選手が稲垣選手を後ろに押し込んだっていう時にまたやっぱりステップワークするんですよステップバックしてちょっとだからなんかしかもゆっくり自分の間合いを確保するような感じになってその瞬間に でンテ選手的には、ほぼあの、もう向き的にはずっとゴールの方向いてるわけじゃなくて、それこそ秋元選手からボール受け取った時なんかは、まさにこんな状態ですよね。もう左サイドの方を見てたんですが、そこからボールをもらったら、ぐーっーんとそのままなんか遠心力の応用みたいな感じでシュート決めましたけど。 だからほぼノールックでゴール決めたような感じでしたが、まあ、ここも要はカンテ選手が稲垣選手を相手押し込んで、肉断戦するよと見せかけてで、相手の危険なエリアを奪い寄って見せかけておきながら、そこからステップバックで戻って、3、4方の空間を作ったんですよね。その瞬間に秋元選手からのボールがやってきたってのは、 やっぱり先ほどの佐々木翔とのマッチアップで離れたところにボールが供給きたみたいなものがこれが、いわゆるカン選手の動き俺を見るみたいなものが広島戦の前ぐらいからなのかもしかしたらもう練習場であってそれが広島戦のところに一つスイッチが完成した形になり名古屋戦でも同じように供給してみたらそれが整ってまうまく決まったって流れだと思うんです。よ でこれまあ、人によっては、まあ、とはいえさそのカンテがいきなりこうボール受けたわけだけどそれすぐ相手のゴール見ないでも決められるもんなのって人もいると思うんですけど、まあ、要は稲垣選手をカンテ選手を押し込んでるわけじゃないですか。でほほぼほぼちょっと斜めにもずれてるけど ともうほぼ整体した状態での同一直線上にある状態で動いてて押し込んでステップバックしたところでくるっとレシーブしましたそこからの遠心力でグーンとこう決めてったって形だから自分のいる位置特にフォワードの方でちょっとバスケっぽい今ちょっとワールドカップもやってるんでねバスケっぽい話ですけど やっぱこうーポイントラインのところだったら大体どれぐらいのほら力加減だとかってやっぱ何万本打てば分かるみたいなのがあったりするじゃないですか。なんか僕らとしてもこう日常生活する上でこでスポーツじゃなかったとしても自分のこう慣れ親し,しんだ声だったら分かる、まあ、すげー簡単に読んでれば僕も今目の前にやっぱキーボードとかありますけどブラインドタッチでやっぱり打てたりするじゃないですか見ないでも大体ここに何があるとかって分かるもんでもうその応用でしょうこれサッカー選手で考えるならでもうランゲラック選手の位置もそうだし稲垣選手の位置もそう そうだしディフェンスがそんなによほど急にその数秒以内に寄ってこれるってことじゃないんであれば、カンテ選手的にも何となく多分予想もついてたと思うんですよ。なんで秋元選手からボールを受けた瞬間でそのままくるっと回ってのドンってのはまさにそういうこと。だから初戦のさっき言って広島戦だって結構理不尽なショットではありましたけど、まあでも、 ご自身からしたら、ここのゾーンで、このエリアでこんな感じでやれたら、自分の空間間合いでやれたら、いけるぞっていうところは分かってたって感じなんじゃないかなと思いました。 で、まあ、プラス、近畿へ行われた湘南戦。も、まある意味では似たような形。これまた、秋元選手からのって話になりますけど、秋元からのクロス61分40秒前後なんですが、クロスが入ります。それをファーサイドのところで、大野選手とカンテ選手で、ま、ファーサイドでマッチアップして、ある意味、ちょっと大野選手の上にカンテ選手がこう乗り上げるような形でしたよね。だったので、今度は空中戦でカンテが推してこぼれたままあ、 もしかしたらそこに大久保が入って、みたいな形が基本軸だったのかもしれないですけど、まあ相手に一回それはクリアというかね、えーえー、奪われてしまって、それは、えー、奪われてしまって、えー、クリアをされるんだけども、そのボールを岩尾健選手がその場で回収。で、カンデ選手は大野選手が一回それで倒れるじゃないけど、ちょっとハテナハテナハテナってなってる状態なので、やっぱりステップバックで自分のポジション確保しといて、そこに岩尾からのボールが来る。で、ここまでの2試合、カンデ選手は、まあロングシュートだったり、そのね、理不尽、 グランシュート決めてたから、両方と右だったっていうのもあるので、左なら大丈夫だろうみたいなところあったのかもしれないですけど、なんか最後までこう寄せ切っては来なかったんですよね。で、それをなんとなく分かってたからなんかカンさんは、えー、俺、右だけじゃねえんだよ、左もあんだよっていうところでコントロールでちょっと放っていったら、やっぱりそれが決まったと。 ま、いずれにせよ、えー、佐々木、翔、稲垣、翔、王の数内と、すべて、ま、地上だろうが、肉弾戦だろうが、やはり相手の対面のマッチアップ相手とデュエルして、えー、そこでま、競り勝ったというか、えー、それで自分の空間間合いっていうものを作り上げて、えー、相手の選手、もしくは他のカバーしてくる選手たちが、間に合わないぞ、もう来る前に決めきっ ちゃうっていうところで、もう、ホセカンテさんの表紙で言った、えー、ま、理不尽に隠されたチーム連動再現性とそちら書きましたけど、それは、ホセカンテのステップバックみたいなところ、もしくはその準備みたいなところが一つキーになっている形がリアルなのかなと思いました。えー、フィジカルを活かしたステップバック。これが、ま、チーム浦和の皆さんが、ま、カンテに送るパスのスイッチ場面になっていると見て、これは、 てるんじゃなないかなと思っております浦和サポの皆さん、そしてこれから、えー、浦和と対戦される、えー、皆さんもこれはだから ACL で対戦されるチーム皆さんもでしょうけどこれもカンテさんのこのいろんな動きある意味ではちょっとこれに近いような形肉団戦じゃなければ古橋強吾選手団もやるしある意味では南野拓実選手団もやってるし日本代表だとねあともっとちょっと違う形だったら上田綺選手団もやってるしってやっぱりフォワードの一つの技能の あれなんだろうなと思いますけども、補関監督さんはこんな感じで、えー、理不尽ゴールを奪うきっかけにしているぞという話でございました。えー、今、今ちょうどね、えー、皆さんおそらく8月26日土曜日の試合がいろいろ終わって、えー、いるぐらいの時間じゃないかなと思いますけれども、えー、どうなってんでしょうね。いろんな試合、ちょっと注目というかね。 日曜日もあるけれども、今週でもって結構代表のメンバーは決まるんじゃないかなっていうのがフル代表、U22 代表、来週ね、発表ありますから、まあ、そこら辺もどうなるかなってちょっと注目でございます。ということで、えー、のみるさとでございました。えー、ここまでご清聴、えー、お聞きいただきまして、ありがとうございました。またでーす。